こんにちは、高橋です。はじめまして。今回、高2物理入門ということで、皆さんこの講座を選んで、くださいました。物理という科目、多くの人は、高校2年生になってから始めるかと思うんですが、今回たまたま、高2というふうにタイトルを付けましたけども、初めて、高校に入ってから理科、その中でも物理という科目を、本格的に学んでいこう、そういう人、たち向けの講座に、なっているつもりです。皆さんはその理科の中で、この物理という科目、どのように考えているでしょうか。物理というのは、今ね、ここに書きますけども、このようなもの、そして理科の理という言葉、漢字で書かれています。これ、我々はというと、ものの断りという言い方で紹介することがあるんです。で、何かと言いますと、この物理の物、ものと言いましたが、僕の捉え方としては、自然現象ですよね。身の回りで例えば、月が見えるとか星が見えるとか、あるいはその皆さんが今使っている電化製品が、機能するとかです。自然現象全般です。で、この理というのは、理屈の理ですよね。だから物理っていう科目、何を意味するかと言いますと、身の回りの自然現象を理屈をこねて理解しよう、そういう科目なんです。で、皆さんも当然小学校の時から理科を勉強していて、結構その小学校中学校時分だと実験ってみんな好きなんですよね。例えば電池を使って導線をつないで電球を光らせるとか、はたまた磁石を使って鉄粉をいじるとか、そういった目に見える実験っていうのは好きだったと思うんですよ。ところが、学年が上がって、中学校から高校受験とか、あるいはその高校に入って物理っていう科目を選ぶと、どうしてもその目に見える現象が手に届かなくなってしまって、で、式が登場してきて、あるいは計算がたくさん出てきて、そこが、この物理っていう科目が嫌がられる一つの理由ではあるんですよね。ただ、今言った通り、もともとその物理っていう科目は身の回りの結構こういろいろな素敵な事柄を、理解しようっていう、偉そうに言うと学問なんですから、魅力がないわけはないんです。だから皆さんも、最初はね、取っかかりがなかなか厳しいもの事実なんですけども、皆さんにその、面白さをぜひ分かってもらおうというつもりでこの講座をやっていこうと思っています。僕も、皆さんと同様にやっぱり中学校小学校時分から、そういった自然現象、星様とか天体とかね、はたまた、それ以外にもその様々な現象、興味があって、でそれで、中学校高校と理科そして物理を選んで、で学習してきて、たまたま皆さんにこう